そうですね、もう最下位なんで楽しむしかもうないでしょ。なので最終日、私なりの釣りを一生懸命頑張って、釣りを続けたいと思います。諦めずに点数ももちろん、高得点を狙って頑張っていきたいと思います。フィラルクを狙っていきたいと思います。